皆さんお集まりください。あって便利、使って重宝、エチケット暮らしの姉妹品パクパクシリーズに新製品が誕生しました。ご紹介しましょう。こちらが新製品のパクパクローラーです。このパクパクローラー、毛布やシーツ、それから絨毯、カーペットに絡まりついて取れにくい髪の毛、糸くず、綿ぼこり、ペットの抜け毛などが楽々取れる優れものなんです。それではどれぐらい優れているものなのか、次の実験をご覧ください。さて、カーペット面に髪の毛、糸くず、綿ぼこり、ペットの抜け毛などを付着させます。こちらに長さ10メートルのカーペットを用意しました。カーペットに絡まりついたこれらのゴミは吸引力抜群の掃除機でもなかなか取れません。一人はパクパクローラーで、もう一方は粘着テープで10メートルのカーペット面のホコリを取ります。同時に始めます。よーい、スタート。このパクパクローラー、どこかで見かけるようなデザインですが、確かによく取れていますね。今のところ両者互角の勝負に見えます。おっと、粘着テープ側に少しゴミが残るようになりました。どうするのでしょうか。どうやら粘着面を破いて新しい面に取り替えるようですね。一方、パクパクローラーはどうでしょう。おやおや、いつまでたっても快適に作業が続いています。切ったり剥がしたり、スペアと取り替えたりしませんね。これは不思議。しかもご覧ください、スピードもなかなかのものです。作業を中断することなく連続して進められるのも早い理由の一つかもしれません。粘着テープはある程度ゴミがつくと粘着力が弱まり、ゴミが取れにくくなるために新しい粘着面と取り替えなければなりません。ところがご覧ください、パクパクローラーはいつまでたっても切ったり剥がしたり、スペアと取り替えたりすることがありません。ゴミ取り作業を中断することがありません。これは不思議。どうしたということでしょうか。あたかも F1 のカーレースでピットに一度も入らず、ガソリン補給をしないまま走り続けるレーシングカーのようではありませんか。経済性抜群、ゴミを取ってゴミを作らず、まさに地球環境に優しいエコロジー商品といえます。これこそまさにアイデアの勝利といえましょう。それではどうしてこんなによく取れるのか。実はこちらパクパクローラーの裏には恐るべきアイデアが隠されております。ご覧ください。じゃーん、この赤いクロス面、これが皆様ご存知、エチケットブラシでできております。ご覧ください。こちらに1枚、そして反対側にもう1枚、2枚が逆目にセットされております。しかもこの真ん中のところにヘラ状の柔らかいゴムがついておりますね。このゴムがカーペット面に当たって上に下にローリングするようになっております。それではこれをカーペット側からご覧ください。はい、こちら押したら上、引いたら下、押して引いて、押して引いて、はい、上に下にローリングしておりますね。それでは実際にカーペットに絡まりついたゴミを取ってみましょう。ご覧ください。ご存知、このカーペットに絡まりついた髪の毛、糸くず、綿ぼこり、犬や猫の毛は取れない、取れない、取れない、取れない。掃除機を使ってもなかなか取れないもんですが。さあ、ご覧ください。こちら、カーペットローラー、パクパクローラーの威力です。ほら、ほら、ただ、行って帰るだ。行ってらっしゃい、お帰りなさい、押して引いての繰り返です。モーターやバッテリー一切入っておりません。作業の途中で切ったり剥がしたり取り替えたりの手間暇も一切ございません。ただ行って帰るだけですよ。4畳半、6畳、8畳、12畳、どんどん取ってください。どん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 取れていきます。どんどん取れまして、さあ仕上がりました。ご覧くださいね。ほら、取れたゴミがどこにも残っておりません。どこへ行ったんでしょうか。じゃん、実は取れたゴミはこちらにレバーがございますね。オープンと書いてあります。このレバーを上に上げますと、ほら、取れた
ゴミはこのボックスの中に収納されております。このゴミだけをポイと捨ててやればこれでよろしいんです。使って納得、いいもの実感。エチケットブラシの姉妹品パクパクシリーズの新製品パクパクローラー、決して無理にとは言いません。よろしかったら一度お試しください。電気いりません、電池いりません、切る剥がすスペアローラーと取り替えるいりません、余計な手間暇一切いりません。使って納得、いいもの実感。新発売パクパクローラーのご紹介です。ご覧ください。カーペットに絡まりついた糸くず、髪の毛、シーツや毛布、布団についた細かいホコリなど、綺麗にしたいところにパクパクローラーを当て、上下に軽く動かすだけ。電気を使わないから省エネ効果抜群。CO2 の排出もありません。秘密はこちら。上下に動く2枚のエチケットブラシ。行ったり来たり動かすだけで、絡まりついた頑固なホコリもスイスイ取れて、取れたホコリは自動的にボックスに収納されて手間いらず。新開発の自動除塵機構により、余計なものは一切いりません。あとはボックスに溜まったゴミをポイッと捨てるだけ。取れたゴミより捨てるゴミが多いという不都合もありません。まさに地球環境に優しいエコロジー商品と言えますね。あって便利、使って重宝。エチケットブラシの姉妹品パクパクローラー。手に取ってお確かめください。